番、2番、3番、助走取り4番、5番、6番です。スタートしました。1番、4番、5番、3艇が交代ミングを放った。イン1号艇、まずは出しが効いて1号艇の畑たすきコーナー先手を取った3号艇、外行く、くるった込んだ脇、おっと5号艇振り込んでバタついて、その脇4号艇の宮田もバックに入ったが残念ながらか、あっと危ない、ヒヤッとするシーンがあって3番、6番、6号艇も乗り上げたが、構想には復帰でしょうか。前提スタートは正常でした。先頭で1号艇の畑たすき、なお残念ながら3号艇はアクシデント失格に敗れました。2日目の攻防、バトルは終盤で予選特徴競争の10レースを迎えています。なおこのカードに上艇予定でした6号艇の荒牧選手、前レース負傷のため欠場、6に関する投票権返還、欠場返還によっての5走立てとなります。1番、2番、3番、ダッシュ4番、5番、6番です。スタートしました。ほぼ6艇が揃った、綺麗なスリットになりました。確定1周の1マーク、インから1号艇吉田、2号艇中島が指して、まくり出しは3号艇桐生、内側から5号艇、ここは丸岡ですが、先頭争い1号艇吉田に内側から接近、2号艇中島へさきがかかります。さらには左右内から5号艇丸岡が追走、なおスタートは正常です。1周2マーク、先頭争い先手は2号艇中島康平、1号艇吉田外舞、くるっと運んできた5号艇丸岡、ホームスレッジも先頭はここは2号艇中島が単独、2番手追走アウトから1号艇吉田、内側から接近は5号艇丸岡となっています。目下のところ2番、1番、5番、レースは2周目に入っています。先頭は2号艇中島康平、2番手は1号艇吉田角郎、3番手内側6号艇石丸、外前は5号艇丸岡、3番手は5号艇丸岡となっています。上位体系は2番、1番、5番の体制です。後方は3号艇、6号艇、4号艇で確定2周にマークへ突入ます。先頭は2号艇中島、そして2番手は1号艇吉田、その懐を狙ってくる5号艇丸岡、サッシャンドル、ホームスレッジも2番手守る1号艇吉田となっています。上位体系は2番、1番、5番の体制、後方一艇アクシデントとなっています。レースは最終周回に入っています。3周の1マークです。先頭2号艇中島、2番手1号艇吉田、3番手5号艇丸岡、目下のところ2番、1番、5番、後方一艇アクシデントとなっています。レースはこれより最終コーナーへと移っていきます。お知らせいたします。6号艇石丸海斗転覆失格、6号艇石丸は転覆失格となっています。加瀬、吉原、北川、古川、佐藤、中村の並び、スタートしました。角から一気、おおっと際どい、これは際どい、ドッキリスタートの1周1マーク、先制していく4号艇、握り合った3号艇、5号艇、内から1号艇旋回してバックストレッチです。お知らせいたします。4号艇古川健はフライングのため変換欠場となりました。ただいまのスタートに行きまして、4番はフライングのため返還欠場となっております。4番に関します投票権は全て返還されます。どうぞ皆様最後まで大切にお持ちください。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。1コース2人が遅れたスタート、3コースから3番の平岡出ていく、1コース少し伸び返す1番の松尾ですが、3番平岡ここはまくり切りました。これに乗っていったのは外から行った4番の上村、そして後ろ1番の松尾に伸びてきたのは6番の畑、ここは3番テラスになります。スタートは前提正常でした。3番の平岡まくり切って先頭、2番手4番上村のうち、さあ並んで先に回る6番の畑、
差し返してきた4番上村かわしています。2番手取り返していきます。そして6番の畑3番手、内から続く1番の松尾4番手、その差は一手新着。レースは2周目に移ります。3番手は6番の畑、一旦ここは外へと持ち出した1番の松尾が追う展開の2周1マーク。6番の畑がしっかり回る。そして畑が今度は2番手差を詰めてきました。2番手4番上村リードはほとんどなくなってきました。追い詰めて6番の畑が一手審査。さあ2番手内から追い詰めていきますが抑え込んでいく。ここは4番上村が2周2マークは2番手先に回る。6番の畑がもう一度内をつく。さあここは追い詰めていきましてさらに差は詰まりました。今度はへさきがどうかかかってきました。インコース6番の畑、ここで4番上村の内並んできました。2番手争いもつれてきましての1幕、今度は6番の畑が先に回る。4番上村はここは外を回る形で一気に3番手交代、逆に4番手から1番の松尾が差を詰めてきています。 3,4 番手その差が2手身となっています。3連単の364では259.6 倍、361では 176.8 倍。最終ターンマーク、ちょっとここは1番の松尾が大きく後退しました。上村3番手です。先頭は3番平岡五輪、6番畑五輪、4番上村五輪、2番5番の順で五輪。なお1番の松尾は落水のため失格でございます。1番の松尾は落水のため失格でございます。1番2番3番4番5番6番です。スタートしてきました。3コース3号艇山崎あたりがスリット若干優勢。1コース1号艇牧山も相対的にスタート。1号艇牧山が逃げる。そして2号艇茶谷の差し間を狙う3号艇の山崎で、あとは546、ここは2号艇茶谷の差しが入ったか。1号艇牧山に対して僅差で5号艇大熊、3号艇山崎追いかけて後方6番4番も競り合っています。スタートは前提正常でした。2号艇の茶谷、そして2番手争いは3号艇の山崎と1号艇の牧はやや流れて一気に打ち合いた5号艇の大熊が救ってきたというところで、2番熊、そして3番手争いは6番3番並走状態。レースは2周目、256か253かという形になるかというところで、2号艇の茶谷トップ2周1マーク、2番手5号艇大熊は3番手争いですが、外を回して3号艇の山崎で2番5番3番253、今ちょっと大きく遅れて1号艇牧山は高速ストップのような状況になっています。レースは2周2マークへ向かいます。2号艇の茶谷がトップ、2番手5号艇大熊、3番手3号艇山崎、2周2マークの旋回です。2番5番3番253レースは最終周回へと移ります。大きく水が空いて1号艇牧山も今コースを再開しながらという形にはなっています。253後続6番4番、そして大きく水が最後方1番、最終1マークです。2号艇茶谷がトップ、2番手5号艇大熊、3番手3号艇山崎、2番5番3番2連単25で148倍ちょうど、3連単253ですと 436.2 倍を示しております。後輩等での決着ということになりそう。最終ターンマーク、2号艇茶谷真嗣がトップです。2番手5号艇大熊達也、3番手3号艇山崎哲司の253ですが、4番手から土壇場6号艇大木野が飛び込んで3番手際どくなっております。さあ1着は2番の茶谷ゴールイン、2着番大熊ゴールイン、3着は6番大木野逆転でゴールイン、あとは3番4番ゴールイン、256であると 650.5 倍を示しております。そして1号艇の牧山は不完走失格となっています。ボートレース下関第11レース一般特選競争の開始です。なお2号艇で出場予定でした牧山敦也選手は前半レースで負傷のため欠場となっております。1番2番3番4番5番6番の並び、スタートまで2秒、
スタートしました。進入固定の第4レース、3番4番が若干スタート、1マーク、逃げる1号艇の石川慎二、3号艇の山市哲也がまくる、スタス2号艇向井谷、4号艇の柳井、押し切りました。1号艇石川トップ。スタートは前提正常でした。先頭は1号艇石川、2番手は3号艇の山市、3番手に4号艇柳井が続いて2マーク、トップが1号艇の石川慎二、そして2番手3号艇の山市哲也、3番手に4号艇の柳井啓太です。なお後方では1手アクシデント発生、5艇が現在競争中。先頭は1号艇の石川慎二、向こう正面へ、2番手に3号艇の山市哲也、3番手4号艇の柳井啓太、そしてその後ろに2号艇向田、5号艇松本です。なお6号艇森清優斗、転覆のため失格、6番が転覆のため失格です。3レースの締め切り直後は比較的にしっかりと向かい風が吹いていたんですが、ピットアウトとともに少しだけその風は弱まってきました。開催4日目、予選最終日のバッハプラザ杯、ボーダー 6.20 で変わりません。勝負の1日は3レースの予選競争。なおこのカード1号艇で出場予定でした長島雄一、過日号のため欠場、このカード5艇での競争となります。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。インから1号艇の西村コースタート、センター3コースは3号艇の斉藤、4コースからは4号艇丹下ですが、1マークは陰線、1号艇の西村がここは押し切っていきます。内を狙って2号艇桑原、そして1号艇の西村ですが、ここはアクシデントになりました。1周2マークへ向かっていきます。スタートは前提正常でした。1周2マークへ向かっていきますが、ここでお知らせです。1号艇の西村選手は転覆失格、1番の西村は転覆により失格となりました。1番カバン、3番、4番、5番、6番です。第1レース、スタートしました。4号艇の山本仁太郎がいいダッシュがついた。1マーク覗いていく4号艇、おっと絡んだ2番、3番、4番バックへ入ってアクシデント、1号艇の藤原だと結果的にはイン逃げを、5号艇混戦ついている笠間健也でありますがバックへ入っている。なお前提スタート正常でしたが絡むアクシデントがありまして、4号艇が現在失格。なお2号艇も止まった状態か漂っているが、1番、5番、3番、6番上位を形成であります。なお残念ながらこのカード1マーク絡む艇がありまして、ヒヤッとアクシデント、4号艇山本慎太郎、2号艇の新田陽一もどうやら漂ってはいますが、これは時間内にたどり着きそうにない。おっと先頭もバタバタとヒヤッと危ないシーンだったが、藤原貴人先頭です。5号艇の笠間健也が2番手、3号艇の小原俊幸、6号艇の牟田翔太、なおこのカードは2号艇と4号艇が失格に敗れています。1番、2番、3番ダッシュ、4番、6番、5番です。予選第4レース、スタートしました。スロー3抵抗タイミング並んだ状態、ダッシュ勢から4号艇ジンワルト、肩から4号艇の前田が出てくる展開、1号艇ブロックの吉田、そして2号艇木下、外いて脇切り込んで4号艇も2号艇うまく刺さっているかどうか、1号艇吉田も踏ん張る、2号艇の木下雄介、
じんわりと差を詰めるが距離は一定心。3番では3号艇の羽野亮が目下優勢であります。前提サーター正常、4号艇食い込んだ。6号艇はすかさず開いて中谷隼人、王京を十分保ちながらズコンと6号艇切り込む。3番手争い中谷やってくるが、3号艇の羽野踏ん張るか。目下体系は1番2番3号艇にかかってきたか。6号艇中谷も3号艇羽野亮が抑え込んだ。中谷は外4号艇の攻撃をまずはブロック。そして3号艇の懐目がけて旋回でありますが、5号艇が展開の壁。3号艇の羽野亮踏ん張った。1二3の体系であります。独走体制は飲酒道圏0台活発踏み込んで1号艇の吉田翔吾、すぐ2号艇の木下亮祐介、3号艇の羽野亮が3番手ターンとなって、次々にホーム構成ボード返されまして、1番2番3番今大時計前を通過していきます。最後の枠構成入ります。1号艇の吉田翔吾、すぐ2号艇の木下祐介、3号艇の羽野亮が3番手、1札3の体系。最後のバック構成次々に、おっと残念、5号艇相馬翔、これは振り込みながら転覆アクシデントか、残念。お知らせいたします、5号艇の相馬翔選手は転覆アクシデント失格に敗れますが、開催3日目の攻防を決め手という面では、今日はイン逃げ6本という状況で推移しております。さあこのカード、イン逃げ1本加算できるかどうか、地元の吉田雄平が人気を集めています。横には2号艇の吉田翔吾、石原翼が3コース戦です。初戦には3コースまくり差しで勝利を飾っているが、石原翼打つ策は果たして。4号艇の高橋龍也、定番の総6号艇の松山翔吾、このカード5号艇に上艇を提出した山本慎太郎選手が残念ながら前列負傷欠場返還、5号艇は欠場返還ですのでご注意ください。1番2番3番4番5番6番です。今日の最終メニュースタートしました。片から4号艇上条がフルダッシュ、一撃狙うか。1号艇抵抗ブロック、4号艇おっと3番2番2人が絡んでいるが、4号艇バックリザッサー鋭く入っていてバックへ入って、3号艇2号艇あたりが絡んで、現在は立ち往生、3号艇は転覆しているのか。前提スターター正常、前提スターター正常、残念ながら2号艇3号艇絡んでアクシデント、3号艇は転覆、2号艇も立ち往生です。さあ4番1番6番が上位を形成で、上条信孝先頭、新海渡が2番手、6号艇の加藤翔馬3番手、5号艇の下永翔平が4番手であります。自己艇レスキューを下げながら4号艇先頭で立ち上がった上条信孝、続く1号艇の新海渡、3番手6号艇の加藤翔馬、5号艇の久永翔平が4番手です。1マークは2番3番あたりが絡んでアクシデントがありました。この2号艇3号艇はともに失格に敗れています。1番、2番、3番、6番、4番、5番です。今スタートしました。様子を見ながらのスタートでしたが、トップタイミングは2コース、2号艇開始かスリットがインコースが優勢、1号艇追加先行する、引いて入る2号艇かわい外前に行ったのが3号艇の北山、旋回バックへ入った、踏ん張った、リードは2艇浸透、先頭艇は1号艇の鈴木、2番艇では2号艇のかわい、3番艇現在6号艇加藤、その国は4号艇皇帝接戦、3号艇がスピード乗りません、何らかのトラブル発生やもしれず、1周リマークの前傾です。スタートは正常です。
トップ旋回は1号艇鈴木、2番手交差プレー宇宙を捉えまして2号艇の甲斐正治、3番手のポジションには現在6号艇の加藤、3艇並び1、2、6、その奥4号艇、5艇競り合って現在2マークの旋回を立ち上がろうというのはスピード乗らず何らかのトラブル発生の模様でいますが、3号艇の来ては2周1マークの旋回外を行った6号艇の加藤、2番手出てまいりました。上位2艇1番6番16体制、3番手が2号艇河合となって並びは1、6、2ホームスレッジスピード乗らずの3号艇の北山最高峰です。2周2マークの旋回からホームスレッジを折り返す1号艇の鈴木、2番手のポジションには6号艇加藤、3番手が2号艇加井、3艇並び1番6番2番となっています。先頭構想シリーズのオープニングカード早速先頭であります。お知らせいたします。3号艇の北山不完走のため失格。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしましたろ。コースからトップタイミング6号艇は小林じわっといったがどうでしょう。内側から先にも1号艇の前田、センター外を行くのが4号艇の池本を握って回ってバックへ入った。先頭争い1号艇、4号艇ピタッとアウトコース、4号艇の池本インコース、1号艇の前田半歩優勢、1号艇前田かける1周マークの前傾スタートは正常です。内側から3号艇の泉が浮上する。それでも先に回るのは1号艇の前田、インを通って3号艇泉、奥から刺す4号艇の池本旋回、ほわっとっとっと水面に足を取られ後方アクシデントが発生であります。お知らせいたします。3号艇の泉は転覆のため失格となりました。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。注意4艇がほぼ揃った状態です。インコースから1号艇北山先行です。2コースから2号艇の宮本は刺す外を行きます。3号艇の堂原握って回ったまくり出しから5号艇の加藤バックへ抜けた。リードは5艇身単独先頭を1人抜け出しています。1号艇北山2番手は間をついて現在5号艇加藤が優勢、アウトには3号艇堂原、インには2号艇宮本、スタートは正常です。2番手の内側から競りかけようと2号艇宮本が行け、5号艇の加藤は刺す外を回して3号艇の堂原応戦ホームへ変えた。宇宙をついてリードは3艇進と2番手のポジションには5号艇加藤、3番手が2号艇宮本、3艇並び1、5、2、2周目に入ります。2周1マークの旋回へトップターンは1号艇の規定は2番手5号艇の加藤、3番手外を回って2号艇の宮本ポジションキープ、2番手3番手の定冠がここでなくなった。一気に捉えました2号艇の宮本、アウトコース5号艇の加藤がピンチ、2コーナーの旋回です。セール間に宇宙地4番手から3号艇堂原も行っております。インから3号艇堂原が行け、2号艇宮本が引く、アウトを回って5号艇加藤ショーホームスイッチ入った。アウトコースから2番手2停止前行し5号艇加藤、3番手が2号艇宮本、3艇並び1号2最終周回です。2番手3番手3番手4番手近い状況、急角度ボートを内に入れた3号艇の堂原、外側から動きを察知しつつも2号艇の宮本が行かせて引いて差しのハンドルバックへ抜けます。内を通って3番手は4艇身5艇身キープで2号艇宮本、3艇並び1号2並びに動きはありません。最後のスリットラーを通過ラストターンマークの旋回に入ります。先頭独走1号艇北山スタンド側へ、2番手には5号艇加藤、3番手は2号艇の宮本が外を回ってホームスイッチへポジションキープとなった。第11レースはおっとアクシデント発生も間もなくゴール、先頭1番北山五輪、2着は5番の加藤五輪、2番の宮本、3番堂原五輪、6番の松田五輪。ワンデベラストにお知らせいたします。4号艇中山優太は転覆のため失格です。1番、2番、3番ダッシュは4番、5番、6番です。スタートしました。6コース6号、おっと6号艇向田早いスタートになりました。ただいまスタートは判定中です。お手持ちの投票券は大切にお持ちください。直にまくった2号艇土屋美咲が先頭ですが、ここでお知らせいたします。このレースは6号艇向田真希がフライング変換欠場となりました。従いまして第8レースは6番に関係ある投票券すべてが変換です。
お手持ちの投票券は確定まで大切に持ちください。住の ST ナイターは本日より男女ダブル優勝戦の第14回森下仁丹杯争奪戦、男女ともに多彩なメンバーが揃い、初日は135の奇数レースが男子戦、246の偶数レースが女子戦で、まずは5日目の男女ベスト12を目指しての連日楽しみな男女の攻防戦が展開されようとしています。1番2番3番4番5番6番、スタートしました。さあ6コースから6号艇の山本が勢いよく出ていきましたが、これは早すぎるスタートになりました。投票券は大切にお待ちください。バックスレッジインから回った1号艇の浜崎の外を2号艇の三島、内側からは3号艇の太田が入っています。お知らせいたします。6号艇の山本健二がフライング変換決勝です。6番に関する投票券は大切にお持ちください。1番2番3番4番5番6番の並び、2秒前スタートしました。進入固定の第4レース、1番2番4番6番と出ていきます。1マーク逃げる1号艇の佐藤佳之、まくる4号艇の浅見正勝、そして5号艇山下に3号艇三宅逃げています。1号艇佐藤佳トップ、スタートは前提正常でした。先頭は1号艇の佐藤佳之、その後ろ2番手は他5選手もつれて2マーク、トップは1号艇佐藤佳です。2番手握って回る5号艇山下、その内側から6号艇森、3号艇の三宅、3号艇の三宅近杉が抜けています。2番手リード、その後ろ3番手が4号艇の浅見、6号艇の森が並走です。1マーク先頭は1号艇佐藤佳、2番手に3号艇の三宅、そして3番手4号艇の浅見、2号艇中村、6号艇森、3選手がもつれた状態となりました。なお後方では1手アクシデント発生です。現在5艇が競争中です。2マーク前の2人1番3番と折り返してきます。なお5号艇の山下大輝転覆のため失格、5番が転覆のため失格となっています。1番2番3番4番5番6番の並び、スタートしました。サンライズ Z 線の第5レース、1号艇の柳井がいいスタート、そのまま逃げる1号艇柳井啓太、3号艇の塩田北斗がまくり刺して向こう正面へ、1号艇の柳井啓太、3号艇塩田北斗トップ争いです。スタートは前提正常でした。なお現在4艇が構想中です。2艇アクシデント発生となっています。一周の2マーク3号艇の塩田北斗が先行して交差した1号艇の柳井とホーム側、先頭は3号艇の塩田北斗、1号艇柳井が2番手です。3番手に6号艇の高橋となっています。レースは2周目に入りました。なおこのカード4号艇の小宮敦史落水失格、4番が落水失格となっています。1番2番3番4番5番6番の並び、1秒前スタートしました。新入固定の第7レース、1号艇の原田がいいスタートを放ちました。1マーク逃げる1号艇の原田裕二、マクル3号艇の柏野浩二、そして2番5番と向こう正面へ、1号艇の原田が一歩前です。スタートは前提正常でした。1号艇の原田裕二の内側迫っていくのが5号艇の若林、さあ2マーク抑え込んで1号艇の原田が先行体制で回る、外仕掛けた5号艇の若林、内側からは2号艇尾崎です。先頭は1号艇の原田裕二がリード、2番手は5号艇の若林義人です。
なお後方では一艇アクシデント発生です。2マーク付近アクシデント発生となりました。6号艇の松本正弘転覆のため失格、6番転覆失格です。ラストバトル準優進出戦第12レースです。なおこのレースに出走予定でした3号艇の小宮敦選手は前半レースで負傷のため欠場いたします。1番2番3番4番5番6番スタートしました。少しばらついたスリットになりました。センター3コースからは3号艇の秋田出ていきます。1周1マークは3番の秋田ですが、4号艇の谷川が幕引き女子に構えていきますが、ここでアクシデント、バックスレッジに入っていますが4番谷川にアクシデント。なおスタートは正常、スタートは前提正常でした。1周2マークへ各メンバーが向かっていきますが、1周1マークアクシデントがありました。ここでお知らせいたします。4号艇谷川選手は転覆失格となりました。1番2番3番5番4番6番スタートしました。インからトップスタートは1号艇山区、1周1マークへ向かっていきます。インから1号艇山区がまずは1マーク先に運んで、2コースからは2号艇佐藤が差しに構えてバックスレッジへ入っていきました。さあここは差していった2号艇の佐藤が差し切って先頭に立ちました。リードを2点身3点身取ってスリットラを通過、スタートは前提正常。陰線1号艇山区残して2番手ですが、内側から5号艇佐竹が上がっていきます。1周2マークは2号艇の佐藤が先頭でクリア、2番手先に回る5号艇佐竹を差しに構えた1号艇山区ですが、少しバタついて5号艇の佐竹、1号艇の山区、内側からは6号艇の三品も上がっていきまして、この辺り少し接近してきました。レースは2周目第1ターンマークです。トップ2号艇の佐藤は大きく抜け出して2周目1マークを旋回、2番手は外前から5号艇の佐竹が2番手進出、2番5番の体勢となって3番手1号艇山区、そして後方では4号艇の小川にアクシデント、2周目2マークへと移っていきます。2番5番1番の体勢で2周目2マークを旋回、直線コースに帰ってきました。なおここでお知らせいたします。4号艇の小川選手は落水失格となりました。4番小川選手は落水のため失格です。シリーズ2日目の熱戦は予選競争第8レースが始まりました。なおこのレース5号艇で出場予定でした小川選手は欠場となっています。予選最終日開催4日目の攻防、まずは陰線決着からの幕開けではありました。勝手の攻防第2レース、このカード6号艇に上艇予定でした田中選手が欠場返還、6号艇は欠場返還ですのでご注意くださいませ。1番2番3番5番6番4番まもなくスタート、1秒今スタートしていきました。コースタートインコース2コースの1号艇と2号艇センターアウトセイからは5号艇出ていきます。逃げる1号艇の渡辺握って5号艇でさあ振り込んで危ないところ、後ろ2号艇アクシデントがあって、あとは6番4番3番でバックスリッチャー現在先頭1号艇、なおスタートは正常でした。5号艇の西元子は失格となっています。
1番2番3番4番5番6番です。今スタートしました。やっと4コース5コース早かった。4号艇の松田、5号艇の森永、現在スタートは審議中、スタート審議中。お手元の投票券大切にお持ちください。4コース5コース松田森永早かった。現在スタート審議中、スタート審議中です。ここでお知らせいたします。4号艇の松田大志郎、そして5号艇の森永隆、4番5番フライング変換欠場です。従いまして4号艇と5号艇に関する投票権すべて変換です。レース終了まで大切に大切にお持ちくださいませ。1番2番3番4番6番5番です。スタートしました。わずかに内寄り後発進、中でもインから踏み込んだのは1号艇の吉原で、トップスタート1周1番、逃げていく1号艇吉原に3号艇が仕掛けていくが、ここは流れていく。内をついては2号艇4号艇5号艇でバックスレッジ、1号艇吉原に迫るのは刺した2号艇佐藤、へさきがかかるかどうかのスリット裏、スタートは正常でした。外へと持ち出しました2号艇佐藤、そしてさらに内から4号艇鈴木がやってきて1周2幕、トップ旋回1号艇の吉原、2番手握る2号艇の佐藤で、内からくるっと4号艇小回り鈴木、ホーム側に戻りまして、先頭はリードを広げた4艇身、1号艇の吉原清人、2番手争いは2号艇佐藤が外、内から4号艇鈴木がへさきをかけていまして、後ろ3艇身差で外へ持ち出して3号艇木原、2周目の1マークの2番手争いは最内から4号艇小さく回っていく鈴木に対して、外を大きく包んで2号艇は佐藤、内懐を狙っては3号艇の木畑もやってくる。バックスレッジの2番手争いは今ボート半分、いやへさきだけ、2号艇外から佐藤優勢、ピタリと内から並んだ、捉えて4号艇鈴木、そこから2艇身差で3号艇木畑が固まって2周の2マーク、おっと4号艇が先取って3号艇が握って続く、2号艇はアクシデントになっています。ホーム側に戻って、ここで3艇抜け出して、2番手は4号艇鈴木、3番手が3号艇木畑で、上位3艇1番4番3番抜けて、レースは最終周回です。3周目の1マーク、トップはイン逃げで1号艇吉原、続いて4号艇鈴木、3番手で3号艇木畑がバックスレッジへ抜けました。2号艇の佐藤健志郎は2周の2マーク手前でアクシデント、失格となっております。1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。ダッシュ勢好スタート、もうちょっとここは5コースは早いスタートになったか、1周1マークです。早いスタートがありまして、確定バックテレッジへと移ります。なおファンの皆様にお知らせいたします。5番の高橋はフライング変換欠場でございます。5番の高橋はフライング変換欠場でございます。5番の組に関する投票権はすべて変換となります。お手持ちの投票権はどうぞ大切にお持ちください。1番2番3番4番5番6番スタートしてきました。2号艇木村スリット寄せ、さあ木村、ただここはどうやら差し構えとなりそうで、1号艇和田が先に回る、そして3号艇山瀬がないところを割って、このマクリアス、さあ結果的には注目の2人の首位争い、2号艇木村に3号艇山崎というところですが、2号艇木村の差しが一歩優勢か、あとは145と追いかけて最後方6番スタートは前提正常でした。2号艇木村に対して3号艇山崎が握って攻めますが、2号艇木村抜け出します。2番手3号艇山崎、3番手は5号艇近藤に対して1号艇和田が捉えて2312周目、あとは5番4番甘い魚水槽、最後方離れて6番です。2号艇の木村がトップです。2番手3号艇山崎、3番手内から今度は4号艇森が先に回って、外5番内1番とそれぞれ旋回ですが、3番手かろうじて内からスーッと1号艇和田優勢の231、ただ4番5番甘い魚水槽、最後方離れて6番、完全に焦点3番手争いとなりそうで、2周2マーク、2号艇木村トップ、2番手3号艇山崎、3番手1号艇和田に対して4号艇森の差し、さあ後続はちょっと5番6番もつれ合ってアクシデント模様です。3番手争い接戦、最終周回です。5番6番はアクシデント模様です。5号艇近藤、6号艇天野ともに転覆失格です。5号艇近藤、6号艇天野ともに転覆失格となっています。
3対3で内から1番2番6番3番4番5番でスタートしていきました。早いスタートが見られます。ただいまスタートは判定中です。ただいまスタートは判定中です。お手持ちの投票券どうぞ大切にお持ちください。1号艇草場トップでバックへ抜けて、その後接戦となってきているんですが、ここでお知らせいたします。6号艇の倉谷フライング変換欠場です。6番は変換欠場です。6番に関する投票券はすべて払い戻しいたしますので、お手持ちの投票券大切にお持ちください。第9レースの予選特賞枠なり3対3の台形でスタートしていきました。4号艇の岸影角から好スタート、すでにうちの3艇を抑えた格好で1マークを先行していきます。角まくり4号艇の岸影そのままトップです。その後1番と2番の接戦は2号艇の平田がわずかに前、追走に1号艇の岡谷、現在上位台形は4番2番1番の順、後方3番6番そして5番で2マークへと向かいます。スタートは前提正常でした。2番1番1番2番とこの辺りは2番手争い、2号艇かぶせて運んでというところ、抑えられた1号艇の方に一挙4艇身近い差ができました。台形は4番2番1番の順です。今度は1号艇のインコース、3号艇の恵比寿元が迫って2周目第1ターンマークです。4番と2番に号艇にアクシデントが起こって平田は転覆、先頭4号艇の岸影変わらずというところに1番の岡谷が2番手、その後3番恵比寿元で上位体系は4番1番3番になりました。なお2号艇の平田は2周1マークにおいて転覆のため失格です。2番の平田が転覆のため失格となっています。